滋賀県瀬田に向かう一発目は JR 東海315系。ロングシートで車窓を楽しみにくいのが欠点。多治見で特急士なのに抜かれる。名古屋の手前番手は313系、素晴らしい金山で乗り換えると着席できる可能性が高い。大垣に到着。ここから先の列車は4両編成となり、頑張らないと座れない、いわゆる大垣ダッシュが必要だ。僕は座れた。理解が可能だが、基本見送ることにした。今日の最後の電車は223系。この夏は10回苦行する予定。